りもおはたみとみちゃんです。ゲームの不正コピーを防止するための海賊版対策の画面を通称アンチパイラシースクリーンと言います。このアンチパイラシースクリーンはコピーガードやコピープロテクトとも呼ばれる本物の海賊版対策の画面もあるのですが、今回は創作された海賊版対策の画面を見ていきます。本日はチーズさん制作のアンチパイラシースクリーンを見ていきたいと思います。また動画内の英語等で書かれた文章は日本語に翻訳して読み上げているので、ある程度の世界観はつかみやすいかと思います。まずはスーパーマリオデッセイのアンチパイラシースクリーンから見ていきましょう。まずはスーパーマリオデッセイのアンチパイラシースクリーン、チーズさんのアンチパイラシースクリーン動画の中で一番再生されているものです。スーパーマリオオデッセイ。ちなみにチーズさんはアンチパイラシースクリーンを盛り上げた第一人者でもあります。僕も何度か取り上げさせてもらってるんですけれども、早速見ていきましょう。今回はアシストモードではなく普通のモードでスタート。ロード画面でオープニングムービーを待っていると、突然エラーが発生しロード画面に移行します。一体何が読み込まれてしまうのでしょうか。警告、ビデオゲームの海賊版は重大な犯罪です。10年間刑務所に入る処罰の対象となります。下にはさらに怪しげな日本語で同じようなことが書かれています。画面を見続けていると徐々に現れるマリオの幻影、徐々に近づいてくるマリオ、海賊に待っていたマスロとは。ブラブラしてる暇はない、出ていけ。ということで、スーパーマリオオデッセイのアンチパイラシースクリーンでしたが、いかがでしたでしょうか。続いては大乱闘スマッシュブラザーズのアンチパイラシースクリーンを見ていきたいと思います。続いては大乱闘スマッシュブラザーズのアンチパイラシースクリーン、任天堂のオールスターたちがバトルをしていくアクションゲーム。今回はワンプレイヤーゲームで挑戦。リンクを選手しバトルスタート。第1ステージ、リンク対リンク。それではバトルスタート。と同時にゲームに異常が発生し画面がフリーズ。ソフトウェアの違法コピーが検出されました。すぐに本体の電源を切り盗まれたソフトウェアを報告してくださいと表示され、牢屋越しにスマブラのキャラクターたちに見られてしまいます。そしてこの状態から動かなくなってしまいます。ということで、大乱闘スマッシュブラザーズのアンチパイラシースクリーンでしたが、いかがでしたでしょうか。続いては集まれ動物の森のアンチパイラシースクリーンを見ていきたいと思います。続いては集まれ動物の森のアンチパイラシースクリーン、高速で高飛び棒ができました。この高飛び棒で外国にでも高飛びをするのでしょうか。ということで、案内所を出てみましょう。案内所を出た瞬間、ゲームに異常が発生し画面がフリーズ。警告、ビデオゲームの海賊版は重大な犯罪です。10年間刑務所に入る処罰の対象となります。一体どんな処罰が下されてしまうのでしょうか。次はお前だ。セーブデータを削除しました。ということで、集まれ動物の森のアンチパイラシースクリーンでしたが、いかがでしたでしょうか。続いてはスーパーマリオ 3D コレクションのアンチパイラシースクリーンを見ていきたいと思います。続いてはスーパーマリオ 3D コレクションのアンチパイラシースクリーン、 3D マリオの3作品が楽しめる神ゲー。早速遊ぶゲームを決めていきましょう。ゲームのチョイス中にエラーが発生し画面がフリーズ。警告、ビデオゲームの海賊版は重大な犯罪です。10年間刑務所に入る処罰の対象となります。画面を見続けていると徐々に現れるマリオの幻影、マリオに逆らった者の末路とは。
次はお前だ。セーブデータを削除しました。ということで、スーパーマリオ 3D ワールドのアンチパイラシースクリーンでしたが、いかがでしたでしょうか。続いてはポケットモンスターソードシールドのアンチパイラシースクリーンを見ていきたいと思います。続いてはポケットモンスターソードシールドのアンチパイラシースクリーン。ダンデから最初のポケモンをもらえるようです。草タイプのポケモンサルノリ、炎タイプのポケモンヒバニー、水タイプのポケモンメッソン、3匹のポケモンが出終わるとゲームに異常が発生し画面がフリーズ。警告、ビデオゲームの海賊版は重大な犯罪です。10年間刑務所に入る処罰の対象となります。血だらけの EV を見続けていると、恐ろしい顔のプリンが迫ってきますが、そのまま画面を見続けていると、次はお前だ。セーブデータを削除しました。ということで、ポケットモンスターソードシールドのアンチパイラシースクリーンでしたが、いかがでしたでしょうか。続いてはアンダーテールのアンチパイラシースクリーンを見ていきたいと思います。続いてはアンダーテールのアンチパイラシースクリーン。遺跡からスノーフレーム向かう道中、あの骨と遭遇します。サンズが話しかけてこようとした途端、ゲームに異常が発生し画面がフリーズ。警告、ビデオゲームの海賊版は重大な犯罪です。10年間刑務所に入る処罰の対象となります。と恐ろしい顔のサンズに警告をされてしまいます。しばらく画面を見続けているとフラウィーが迫ってきて、出て行けと言っただろう。セーブデータを削除しました。ということで、アンダーテールのアンチパイラシースクリーンでしたが、いかがでしたでしょうか。最後は大乱闘スマッシュブラザーズスペシャルのアンチパイラシースクリーンを見て、本日は終わりたいと思います。最後は大乱闘スマッシュブラザーズスペシャルのアンチパイラシースクリーン。今回遊ぶルールはゴストック制。遊ぶステージを選んで開始。一体今回はどんなバトルになるのでしょうか。ロードを待っていると突然ゲームに異常が発生し画面がフリーズ。警告、ビデオゲームの海賊版は重大な犯罪です。10年間刑務所に入る処罰の対象となります。村人がバチバチに蹴れています。だんだんと迫りくるリンク、そして出て行けと言っただろう。セーブデータを削除しました。ということで、今回はチーズさんのアンチパイラシースクリーンを見ていただきましたが、いかがでしたでしょうか。この動画が面白いと思った方はぜひともチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。おっさみ。